時速300キロを超える世界で戦う F1 ドライバーは、時にありえない最後を迎えてしまうことがあるんだ。これまでもたくさん教わってきたけど、まだあるの？でも、スピードを出しすぎると何が起きてしまうのか、知っておいて損はない気がするわ。じゃあ今回は、F1 ドライバーのありえない最後について紹介するぜ。消火器で死亡。トム・プライスは1949年生まれで、イギリス・ウェールズ出身だ。メカニックとして働きながら下位カテゴリーでキャリアを積み、F1 デビューを勝ち取った努力家だぜ。ドライバーだけでなく、メカニックの経験もあるのね。そうなんだ。それにしても、めっちゃイケメンね。事故は、1977年南アフリカグランプリ決勝で起きた。チームメイトのレンツォ・ゾルジが、エンジントラブルに見舞われた。ピット正面のコントロールラインをやや過ぎたコース脇に、マシンを止め降車したんだ。その直後、ゾルジのマシンから炎が上がったため、消火器を手にしたマーシャル2名がコースを横切った。危ないんじゃないの？そして、ゾルジの車に走り寄ってきたんだ。現場は各マシンが高速で駆け抜けるホームストレートで、しかもキャラミ名物の急勾配を登った先のため見通しが悪かった。ホームストレート頂上付近でマシンが止まったため、下から登ってくるマシンの死角となり危険な状態だった。めちゃくちゃ危険だわ。プライスはこの時22周目だった。ハンス・ヨアヒム・スタックを追いかけながら、事故現場付近に高速で接近していた。まずいんじゃないの？前を走るスタックはコースを横切るマーシャルに気づき、とっさに避けることができた。それは良かったわ。だが、すぐ後ろを走っていたプライスは、なすすべもなく、マーシャルのジャンセン・バンブーレンと衝突したんだ。避けれなかったの？残念ながら、そうなんだ。衝突の際、マーシャルのブーレンが手に持っていた消火器が、プライスの頭部を直撃し、プライスはその場で死亡したんだ。消火器が当たったの？そうだ。プライスのマシンは時速270キロという超高速で、ホームストレートを暴走した。インコースのガードレールに接触しながら、第一コーナーに突っ込んだんだ。危ないわ。そして、減速中のジャック・ラフィットのマシンに接触しながら、1コーナーを直進しコースアウトした。巻き込まれたの？そうなんだ。衝突されたラフィットは、ブレーキをかけてマシンを停止した。止まれてよかったわ。停止したプライス車に救護班が駆けつけたんだ。だが、プライスは仰向けでハンドルを握り、アクセルを踏み込んだ姿勢のまま死亡していた。うわ。事故原因は、マーシャルが不用意にコースを横切ったからだとする意見が多いんだ。それはわかる気がするわ。マーシャルのブーレンはどうなったの？ブーレンは、時速約300キロのマシンにはねられた衝撃で、縦方向に激しく回転しながら宙を舞った。そして、そのまま地面に叩きつけられて即死したんだ。事故の一部始終は、記録に残っていて、有名な事故映像の一つになっているんだ。またブーレンの遺体は損傷が激しく、身元が判明したのは、レース後にスタッフ全員を集合させ、欠員を確認した後だった。そんな確認の仕方って、同感だ。実は、こんな説もあるんだ。当時、別のマーシャルにコースを横切るよう強制されたと。そんなことって？これは、嘘であってほしいと本当に思っているんだ。事実だったらひどいわ。今の F1 マシンでヘイロー付きのマシンだったら、マーシャルは難しいけど、プライスは助かったと思うんだ。できれば、マーシャルも助かってほしかったわ。本当、霊夢の言う通りなんだ。タクシーと激突？ジュリオ・カビアンカは、1923年生まれで、イタリア出身だ。20代半ばにレースを始め、最初は商用用のスポーツカーでその名を馳せたんだ。戦後、マセラティ兄弟によって設立された OSCA 社の最も有名なドライバーになった。すごいわね。1951年に 1100cc クラスのイタリアチャンピオンになり、その年のイタリアグランプリクラスで優勝したんだ。同様の車を運転していたベテランのルイシロンを破る、という強烈な印象を残したぜ。ベテランに勝つとはインパクトでかいわ。1958年にデビューした4つの世界選手権グランプリに参加し、合計3つのチャンピオンシップポイントを獲得した。めちゃくちゃ順調じゃない？そうなんだ。チャンピオンシップ以外のフォーミュラ1レースにも参加して、1955年のドロミテゴールドカップレースで優勝したぜ。いい流れね。事故は、1961年イタリアテストで起きた。カビアンカが、スクーデリア・カステロッティが所有のクーパー・フェラーリ F1 カーをテストしていた時だった。場所はモデナオートドロームテストトラックで、モデナの街を横切るエミリア通りの近くにあったんだ。街の近くにコースがあったのね。テスト中、スロットルが動かない事態が起きたんだ。え？かなりまずいんじゃない？そうだぜ。カビアンカは止まれずに、トラックから外れて観客に衝突し、空いていたゲートを通り抜けてしまった。ゲートを通り抜けたの？残念ながら、通り抜けてしまった。彼のマシンは、最初にサーキット内で感染していた18歳のエンリコ・モロに衝突した。
その後、エミリア通りを横切り、トラック前のズッキ通りにたどり着き、工房の壁に激突したんだ。結果、自転車、オートバイ、通りすがりの小さなミニバン、駐車中の車、タクシーを巻き込む事故になった。大事故ね。ミニバンの運転手ジーノ・アルボレージと、バイク乗りのエウジェニオ・ステファニーは即死した。ミニバンは重い金属ブロックを運搬中でその一つが、自転車に乗っていたイボメッソーリに当たって死亡したんだ。うわぁ。カビアンカは意識を取り戻していたが、トラックのすぐ近くにある病院で同日に死亡したんだ。不思議なことに、ほぼ全速力で衝突された観客もろは、重傷を負うが幸いなことに生き残ったんだ。は？そうだぜ。不幸中の幸いと言えるな。居眠り運転で死亡。マニア・ユロは、1921年生まれでアメリカ出身だ。事故は、1955年インディアナポリス500の練習中に起きた。多くの人からマニーと呼ばれるほどに、愛されてたんだ。彼のマシンがターン1のコンクリート擁壁に衝突して負傷した。翌日、頭蓋骨の基部での再体の切断、複数の骨折、及び内傷があったため死亡したんだ。え？どうやらマシンのステアリングが壊れて、壁に激突したようだった。それは怖すぎるわね。実は、彼は熟達したメカニックでもあった。そうだったの？事故の前日、彼は車の作業であまり眠らずに過ごしていた。その疲労が激突と、そして死の原因となったんだ。必死だったのね。そうだ。だが、彼はシートベルトを着用していなかった。なんで？まだ、あるぞ。彼は、T シャツで参加していたという噂もあるんだ。え？この頃、レーシングウェアの安全性耐火性は、まだ実現していなかったんだ。当時のドライバーは各自が好むウェアを着て、レースに臨んでいたんだ。今、考えると恐ろしいわね。そうなんだ。そして、とんでもない事実があるんだ。事故発生時、救助隊は彼のポケットが、レンチでいっぱいになっているのを発見したんだ。何それ？めちゃくちゃ怖いわ。メカニックだからとはいえ、ポケットに工具が入ったままコースに出るのは正気とは思えないぜ。やっぱり寝不足で、まともな判断ができなくなってたのかもしれないわね。F1 に限らず、寝不足で運転するのは、絶対ダメなんだぜ。鳥がぶつかって死亡。アラン・ステイシーは、1933年生まれで、イギリス出身だ。1950年代後半、スポーツカーレースで活躍したんだ。1957年にはルマン24時間レースに参加し、9位でフィニッシュした。世界三大レースの一つね。そうだぜ。1958年イギリスグランプリで、ロータスから F1 デビューした。翌年には、エイントリーで行われたスポーツカーレースで勝利したんだ。F1 非選手権にも何戦か出場したぜ。実はステイシーは右足に義足をつけていたことで知られてるんだ。義足なの？ああ。ルマン24時間レースに出場するために、チームメイトと共謀してメディカルチェックをパスしていた。すごい執念だわ。確かにな。事故は、1960年第5戦ベルギーグランプリで起きた。決勝25周目、ロータスで6位走行中だったステイシーの顔面に、鳥が直撃して死亡したんだ。鳥がぶつかっただけで？ステイシーは、バードストライクに遭い、そのまま暴走し、コース脇に飛び出して横転、炎上した。鳥が原因なの？鳥が頭にぶつかった衝撃で首の骨が折れ、即死だったとも言われているぜ。ただただ不運ね。しかも、その数週前には、クリス・ブリストーが死亡事故を起こしていたんだ。え？それだけじゃないぞ。前日の予選中に、スターリング・モスが両足を骨折する事故も起きていた。このグランプリは暗黒の週末と呼ばれることとなったんだ。ある日突然死亡。マリア・デビロタは、1980年生まれで、スペイン出身の女性ドライバーだ。父は元 F1 ドライバーのエミリオ・デビロタ、弟はエミリオ・デビロタ・ジュニアというレーサーなんだ。モータースポーツ一家ね。そうだな。2001年に F3 でデビューし、2005年まで出場したんだ。他にも、世界ツーリングカー選手権、ユーロ3000選手権、フォーミュラ・パーマ・アウディ、スーパーリーグ・フォーミュラにも出場したぜ。2011年にフランスで行われたロータスルノーグランプリのテスト走行に参加した。翌2012年、F1 に参戦するマルシャ F1 チームとテストドライバー契約を結んだぜ。いい流れじゃないの？そうだな。だが、悲劇が目前に迫っていたんだ。え？2012年ダックスフォード飛行場で行った空力テスト中、チームのサポートトラックに衝突したんだ。直線空力学的テストを終了して、彼女がメカニックのところに戻ろうとした時だった。そんな、しかもチームのトラックって、そうなんだ。マリアは右目を失うという重傷を負った。え？右目を失ったの？残念ながら、そうだぜ。事故原因は、2012年7月16日にマルシャが声明の中で、マシンは事故原因ではなかった、と発表したんだ。彼女がニュートラルボタンを押し忘れていたため、
冷えたタイヤとブレーキにより、ローギアで750馬力で前進するマシンを止めるのに苦労していたらしいんだ。彼女がパニックに陥っていた、もしくは、間違ったタイミングで間違った操作をした可能性もあるんだ。確かに悲劇的な事故だけど、マリアは生きていたのよね？ああ。その後、右目以外の怪我は順調に回復し、モータースポーツの安全向上のために精力的に活動していたんだ。しかし、約1年経った2013年10月11日、セビリア市内の宿泊先ホテルの一室で亡くなっているのが発見された。え、どうして？死因は、クラッシュによる神経損傷が原因で、脳出血を起こした後に心臓発作に見舞われたんだ。事故直後じゃなく、1年も過ぎてるわ。そうだぜ。F1 は時速300キロを超える世界だから、事故が起きた際の衝撃はとても大きいんだ。事故の影響は、発生直後だけでなく、長時間経ってから現れることもあるんだ。ドライバーはそんな世界で戦っているんだ。改めて言われると、とんでもない世界ね。そうだ。悲劇的なことに、彼女は亡くなる3ヶ月前に結婚したばかりだった。新婚さんじゃない。そんな、悲しすぎるわ。その上、マリアは実績がある女性ドライバーだった。彼女は、全国シングルシーター大会で、スペインで唯一の女性準優勝者だ。他にも、WTCC チャンピオンシップに参加した最初の女性でもあった。すごいわ。フォーミュラスーパーリーグに参加した最初の女性でもあり、フェラーリチャレンジチャンピオンシップで、PP を獲得した最初の女性でもあるんだ。デイトナ52の24時間レースにも参加したぜ。めっちゃすごいわ。実は、2011年のロータスルノーグランプリのテスト時に、テストドライバーの交渉中だったんだ。え？2012年、チームと一緒に仕事をしたいことを繰り返し表明し、サードドライバーの役割について事前に話し合っていたんだ。これからっていう時だったのに、本当にその通りなんだ。彼女が活躍している未来も見たかったんだぜ。F1 ドライバーは、華やかながらも厳しい世界で、日々戦っていることを忘れてはいけない。他にも印象に残る F1 ドライバーの最後を知っていたら、コメント欄で私たちに教えてほしいんだぜ。よろしくお願いするわ。それでは、本日も最後までご視聴、ありがとうございました。